こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。潜水艦の潜航能力は極秘とされているが、その中でも海外の潜水艦を売り出すときにスペックが表記される時がある。この時のスペックを鵜呑みにするわけではないのだが、スペックダウンしていたとしても300メートルは各国の潜水艦は潜れるみたいだ。日本の、そう、夕方潜水艦はどれくらい潜ることができるのか、それは秘密とされている。みんなの予想は500メートルくらいが妥当と。結論だが、私は700メートルは潜れるのではと考えた。今日は、潜航能力は、ではなく、周辺国や世界各国の潜水艦事情を話そう。海上自衛隊の戦闘艦といえば、最新鋭のイージス艦、マヤ型護衛艦や、これからの改修で、本格的な航空母艦となる護衛艦、出雲、加賀、などが挙げられるが、やはり、中核の戦力は潜水艦であろう。2020年7月現在、海上自衛隊の潜水艦は、総流型11番艦の横流までが就役し、2021年3月には最終12番艦東流も実戦配備され、前級の親潮型と合わせ全24隻となる見込みだ。すでにこの総流型の次となる3000トン型潜水艦も3隻が建造中であり、総流型11番艦、横流同様にディーゼル機関と、リチウムイオン蓄電池を採用した艦容となることが知られている。こうした日本と比較して、隣国である台湾、韓国、そして仮想敵国にあたる。中国の海軍における潜水艦の現状について、どのような状況にあるのかを、少し紐解いて考えてみたい。まず台湾であるが、全4隻を保有、運用はしているものの、2隻は、第二次世界大戦中にアメリカ海軍が建造した天地級とバラオ級の各1隻であり、もはや強敵に純粋な戦力とは言えないだろう。これら2隻に比べれば残る2隻の1987年から就役を始めたオランダ製のツバールトフィス級潜水艦2隻ですら一見新しいように感じてしまうが、こちらもすでに30年以上が経過した老旧艦だ。ただ、台湾もこれら4隻の潜水艦の代替を進めようと、アメリカを通じて新たな通常動力型潜水艦の調達を企図してきたが果たせず、2019年についに自国で潜水艦建造を開始する方向に舵を切った。台湾もここに至るまでに2001年にはアメリカから全8隻の潜水艦の引き渡しの約束を取り付けていたのだが、自国で通常動力型潜水艦を建造していないアメリカは、この取り決めを実行することができなかった。実は、台湾のオランダ製ツバールトフィス級潜水艦導入時にも、本来は全6隻の予定で調達が進められていたものが、中国の圧力によって2隻で打ち切られてしまった
経緯があった。ついで韓国であるが、チャンポゴ級が旧籍収益、ソンウォンイル級が8籍収益、1籍建造中、ドサンアンチャンホ級が1籍収益3籍建造中となっている。韓国潜水艦の収益数だけを見れば18隻とそこそこの隻数に達しているが、チャンポゴ級の収益が開始されたのが1993年と比較的遅く、これらの大半はドイツ製がベースで純国産ではない。チャンポゴ級はドイツの209型潜水艦をベースとしており、ソン・ウォン・イル級は同様に214型潜水艦、ドサン・アンチャンホ級は前の2級をベースに建造されたものだ。ドサン・アンチャンホ級はメディアなどでも韓国の国産潜水艦と紹介されることもあるようだが、韓国内でイギリス企業が設計を行った潜水艦であり、純国産とは言えないだろう。韓国の潜水艦収益は1993年からだと前述したが、海洋国としてロシアや中国を仮想敵国としている日本と異なり、その仮想敵たる北朝鮮は小規模な潜水艦しか保有しておらず、本来必須の兵器とは思えない。その韓国の最新鋭艦のドサム・アンチャンホ級には環境工法に6機のVLS を備えた重武装の潜水艦となっており、強く日本への対地攻撃を意識した関与であることがうかがえる。ただこの VLS を備えたドサン・アンチャンホ級はインド海軍が求める新型潜水艦の要件を満たすもののようで、日本は辞退した同国への提案に代わりに加わることが報じられている。さて、海軍力を急激に膨張させて、周辺諸国への圧力を増加させている。中国だが、潜水艦の隻数についても、その著しい増加は、同様の傾向にあると、判断することができるだろう。中国海軍の潜水艦の数は、新旧を含めて通常動力型の攻撃型潜水艦が57隻以上、原子力推進型の攻撃型潜水艦が11隻以上、同じく原子力推進の戦略型潜水艦が5隻の合計74隻にも上るとみられる。つい先日も、日本の排他的接続水域内を潜航したまま通過した潜水艦があり、日本政府は、これを中国の潜水艦だと推察する異例のマスコミ発表を言ったことも記憶に新しい。こうした例や、およそ1年半前に、海上自衛隊の艦艇、航空機から、追尾を受けた中国海軍の潜水艦が尖閣諸島沖で浮上し国旗を掲げたことなどから、自衛隊は中国の潜水艦を個別に識別しているとも言われている。それらから考えるに、自衛隊の対潜哨戒能力が高いことに疑いの余地はないが、先に挙げたように、中国海軍の潜水艦は攻撃型だけで68隻以上が収益なかと見られ、
これらの飽和攻撃には注意が怠れないだろう。この当たり護衛艦、出雲、加賀の航空母艦化は、F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の戦力化に必須とは思えるが、対潜哨戒能力の低下につながらないかも懸念される。